竹の内街道と太子町の歴史を知るために竹の内街道歴史資料館に入ってみました。竹の内街道歴史資料館は二条山のふもと竹の内峠の入り口にあたるところに平成5年3月にオープンしました。第一展示室は4つのテーマに分けて展示されていて、石の道のコーナー、最古の感動王道コーナー、大使信仰の道コーナー、庶民の道コーナーです。少し詳しく見てみますと、石の道コーナーは石矢尻などに使うサヌカイト、そして凝灰岩、現在でもサンドペーパーなどの材料に使う混合砂など石材を求めて、たくさんの人たちが二条山を目指しました。最古の感動王道コーナーでは、飛鳥時代に作られた王道と、この道を通じてさまざまな文化が伝えられたことの資料が展示されています。大使信仰の道コーナーでは、聖徳太子の肖像画や大使に対する信仰の資料などが展示されています。庶民の道コーナーでは、江戸時代には宗教の道、経済の道として栄えた街道の展示品などを紹介しています。またその隣では、竹の内街道の詳細な歴史資料や大型ジオラマで街道とその周辺の遺跡を俯瞰的に見ることができます。また中央では、からくり映像マジックビジョンで竹の内街道の歴史を物語で見ることができます。これも必見の展示です。日本で最初の国道と言ってもいい立派な道じゃ。なんじゃ、のどかな眺めじゃの。大使、ちょっと休んでまいろ。またお休みですか。して、どうじゃな、今この海。水戸天皇様にお願いして作ったこの大道を。はい、それはもう天皇様や聖徳太子様のお力でこんな立派な大道を作っていただいたのですから、これからは胸を張って大陸からの使者をお迎えすることができましょう。おお、そうじゃった。妹子の臣には遣隋使として長い間苦労をかけたの。とんでもございません。また聞かせてくれぬか、隋の都長安の様子を。はい。第二展示室では、太子町の歴史を語る上で欠かせない貴重な考古学資料を展示しています。南河内では珍しい弥生時代の銅鐸や埴輪、土器などが展示されています。また全国的にも19例しか知られていない古代の墓誌が
三例見つかり、そのうちの二つを展示しています。墓誌は亡くなった人物の名前や業績を焼き物に記したものです。その隣には竹の内街道沿いにある石の道しるべの拓本パネルを展示しています。一番奥に見えるのが竹の内峠にある石碑です。竹の内街道ウォーキングの折にはこの竹の内街道歴史資料館を訪ねてはいかがでしょうか。歴史を知るともっとウォーキングが楽しくなります。